綺麗。センスゴルフグリップ、重りが3種類あって、利き手のここら辺に重りをセットします。はい、フェイス面が向いてるところが分かりやすい。このグリップだけでこのパターの重心とかね、感覚を変えられる、すごいおすすめ。センスグリップス .jp 皆さんチェックしてみてください。はい、はい、こんにちは。こんにちは。こんにちは。中谷すずねです。伊藤環奈です。お願いします。リンゴルフアレンジマッチプレー、今回ちょっと内容を変えまして、前半はお二人の練習をちょっと見させていただいて、で後半対決をしたいなと思ってます。はい。はい。あ、お待たせしました。じゃあ続きまして、はい、環奈ちゃんの対決前の練習、一カゴをどう使うか。はい、を見たいと思います。はい、はい、お願いします。練習で使うクラブは、あ、私大体いつも同じですね、まず56度とあと6番アイアン、でそれから5番ウッドとドライバーですね。まあ、なんかちょうど、まあ、ウェッジとアイアン1本と、まあ、ウッド、まあ、ドライバーと5番ウッドはやっぱり同じウッドでもティーアップ高さとか違うんで、まあ、両方打っときたいなっていうのがあって、まあ、大体この4つかな。まあ、たまにユーティリティもあと持ってきたりみたいな感じです。はい、ありがとうございます。ちょっと私もスズネッチと同じでまずはウェッジからいきます。うわ、寒い。伝わってるかなこれ。まあ待ってましたからね。今お昼なんですけど6度ですよ。おさめ。なんか私の場合、朝のウェッジ打つやつ、この練習って20ヤード30ヤードとかの内訳ってよりもなんかちょっと体を動かしたいんで、まあ別で結構硬さもあるし、それで体動かしてこうみたいな意味合いが強いんで、あんまこうあそこに落としてどこに落としてとかってやんないですね。大きいのやって、あ、じゃあ次ちょっとちっちゃいのやってみようかなみたいな、ちょっとまばらにやってます。距離合わせたいときはアプローチ練習場とかついてるとこは別でアプローチまたやり直したりするんで、気をつけてるって言えば、ここ止める、ここ止めるって感じ。なんか私結構こうやってやって抜いちゃうんですけど、それあんまり良くないっていう。こうするようになったから少し距離感とか内訳が細かいのできるようになったんで、もう最近ちょっとウェッジ打つときはこれは、まあ、あのなんとなく打ってるながらも気をつけながら、確かにそうですよね。なんかいいショット出たなって思った時になんかクラブを落とすじゃないですけど、なんかグッとこうなんか抜いちゃいますよね。これでこうやってそれやっちゃう。なんかいいショット出た、なんかカッコつけちゃう。そう、あ、自分はね、こうやってこうやっちゃうと結構ここも開くし、うん、あんま良くないかな。ピタッとこうやってやって落とすなら全然、あー、そういうことか、いいのかな、そういうことか、うん、自分的にはそんなもんです。今日は早く振って体を動かしたい。ちょっと気温に応じて変わる感じですね。これもすごいんですよ。もうこれ手の甲側にあの回路、貼る回路貼って、あ、前側にあの持つ回路、だからもうこう前は握りながら手はこうこっちで貼ってる回路で裏温めながら、うん、これだけでも計4個回路使ってみたいな。確かに。ちょっと使ってな、これ。いいんですか。うん、え、そう、めっちゃあったかいよ。すごい。え、これゴルフ用ですか。
ゴルフ用かな、なんだっけ、なんか結構大きいですね、スキーとかのやつかも。めっちゃ入ってるんですけど、私今着てるインナーも雪山用だし。そうなんですか。もう冬よりもう、冬だから、こういう装備です。一段と寒いですよ。どっちかっていうと試合とか、まあ今日も対決ですけど、練習でラウンドしてる時と朝の練習と試合の練習の時でちょっと違うのは、やっぱりこう技術向上を目的とした練習かどうかみたいなのはあって、なんか普段だとなんか開きやすいからこれをこう気をつけてとか、なんか自分はこっちに乗りやすいからこうやってこういう風に打つとか、なんかあんまそういうのはせずに、今日の自分って今普通に打ったらどういう曲がりの球が出ると右に曲がるとか左に曲がるとか、あ、今日の自分ってこんな球出やすいんだねみたいなのをちょっと、まあこう今日の自分を知るための練習みたいな、うん、あ、じゃあ出た球に対して修正するっていうよりも、まあ、こういう球が今日は出るかなみたいな、あ、そうですね、あの、あんまり良かったら直す方にシフトしたりするんですけど、まあ、そこそこの調子で打ててる時はなんかいつも左フックに出るのに今日はスライスだからちょっと直さなきゃとか、そういうことはせずに、あ、今日はちょっとスライス出る日なのねっていうことを理解してコースに行って、右に OB があるときは、あ、ちょっと今日スライス出やすかったからちょっと気をつけなきゃかなとか、そういうコースでの自分の考え方に使えればいいのかなみたい なんかそういうふうな感じで試合前の練習は結構やってること多いかもしれないです。あんま調子悪いときは別です、めっちゃ直してます。お、今のところ触れてます。みちゃん、ピッチングとか9番はやらないんですか？あんまりやらない、。なんか多分私とかスズネッチとかは、スズネッチめっちゃわかると思うけど、飛ばない人って、まあ、こういう雨の日なんか特にラン本当にベチャってそのまま落ちたところでドライバー止まったりして距離が全然出なくなるんで、PとかQってあんま使わないよね。使わないです。ちょっと短いパー5の3打目とかでたまにあるんですけど、まあ、多分今日はウッド、まあ、アイアンも使ったとしてもこういう長いの普段から結構飛ばない方なんで、こういうアイアンでもやっぱり Q とかよりはやっぱ6とかこっちの使うことが多いんで、やっぱ朝の練習もこっち使っちゃいますね。あとは私が単純にロングアイアンが苦手だから。そうなんですか。そうロングアイアンが苦手なんで、こういうところで練習してなんか6番アイアンが調子良かったら7番アイアン大丈夫そうだって気しません？なんか、それはする一番難しい、自分的に難しい6打てたから、あ、じゃあ7はこれなら大丈夫かなっていう、なんかそういうのも込めて結構6番中心ですね。だいたい6も来たな。でも朝ウィッチから6番って私結構勇気いるんですけど、なんかすごいなって思っちゃうな。確かにいきなり番手上がるよね。結構6番苦手なんで。私も苦手。いやめちゃめちゃバチ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 打ててるよね。なんかもう戦い始まってんのかみたいな。ないですよね。
調子悪いですか。いや、またそんな感じなんですよ。絶好調ですよ。でもね、コースでこれがまた出るとは限らないのがゴルフなんだ、本当に。だから練習場はバッチリだったから OK とか、そういう、なんか、なんだろう、まあでも気持ち的にはあるけど、また違いますよね。まあそうだよね、なんか参考って感じでとどめといた方が、あれだよね。結構経験ありますよね、練習場めちゃめちゃ調子悪くて、朝のこの練習とか。でもコースに行くときに、なんかもう自分の頭勘違いさせるみたいな。最近調子良くてやばいね、もう松戸しか行かないから適当に言っても、行くよね、みたいな気持ちでもう悪かったことを忘れる。あ、確かにね。行ってみたいな。どっち転んでもいい方向にこう気持ちを転換すればいいのか、うん、練習場、うん。そうですね。やっぱりこう、ね、どこ行っちゃうか分かんないって不安になってるよりかは、もうまっすぐしか行かないからな、勘違いでもそう思ってた方がゴルフってやっぱね、ミスってそういう不安からこう、不安がもっともっとミスの確率を上げていくような気するんで、確かに。確かにポジティブにいた方がいいかも。いや本当にあのかなちゃんはまっすぐ行くんですよ。本当にまっすぐ行くんですよ。なんかもうジュニアの時からかなちゃん知ってるんですけど。かなちゃんが OB 打つとかほとんど見たことない。最近打つよ。本当ですか。今日はスズネッチがかんなちゃんを連れてきたんですけど。いや、私はかんなちゃんと勝負してなんかなんていうんだろう、勉強したい。あの、それ勝ったら嬉しいな。やめようよ。普段もスコアそんな変わらないでしょ。いやいやいや。そう、プレースタイルが似てるからこそなんか参考になるってなって、その上でやっぱり自分もあ、こうやってやりたいなとか、まあ今日は勝負っていうあれですけど確かにバチバチだよね、うん、バチバチですけどバチバチだけどお互いに刺激できたらいいんじゃないかな。距離伸びました。どうだろう、もう今日調子いいからだと思う。いや、仕上がってほしい。なんか全然寒くなさそうだもんね。いや、もこもこだけど、なんかその寒さを感じないショットなんだけど。練習行くタイミング、なんか1時間ちょっと前とか、なんとかって話とかもしてますけど、私、なんか決めてなくて、結構、そのストレッチして、この練習場で打って、それからパターやってスタートってこともありますし、それがほとんどなんですけど、なんかたまに1番ホールがめちゃめちゃ狭いゴルフ場とかあるじゃないですか。なんかそういう時だとやっぱり1番ホールで狭いところでドライバー持ってるのが結構不安な時があって、そういうコースの時はもうスタートの直前に練習場来たりします。でもそのホールをもうドライバーの時に向こうに思い浮かべて、いやもう物おじせず振ってくぞっていう気持ちでドライバーを打つみたいな。なるほど。そうです。1番ホールをドライバーでも想定して何発か打っておいて、だからティーグラウンドに行って打つ時はまあ7回目のティーショットだぐらいの感じで行けるようにっていう、初めにドライバーがうまく置くのが難しいホールの時は後に練習来たりもします。順番も結構入れ替えちゃったりとか。それはいいっすね。特になんか僕らアマチュアとかは最初のティーショットで結構左右するんですよ。うん、そうですよね。だったら最初のティーショットをイメージコース見といて、うんうん、ちょっとこの辺だっていう練習をしとくっていうのは。そうですね。あと今日みたいに寒い日とかもやっぱ初めに練習してパターとかやってると、パターやっぱりあんまり動き少ないからちょっとやっぱ冷えてきますよね。だからこうやっぱりスタートの直前でやってた方が体動く状態でいけた方が
まあ動くばっかりがねいい感じじゃないですけど、結構それのがいいのかなと思ったりしますね。めっちゃいい。ドライバーは結構本当に体使って打ってく、思いっきり打ってくっていうやつですかね。それめっちゃ気をつけてます。コースであそこに置きたい、あのバンカー入れたくないとかっていうのが出てくると結構振れなくなってきちゃうんで、もう初めに振り切りはするっていうところをこう練習場でやるっていうのが、まあ、最近はそんな感じ。みんなどうしてるんだろう。私はそんな感じです。はい、ありがとうございます、はい、はい、じゃあそんな感じで、はい、かんなちゃんの対決前の練習一かごでどんな感じでやってるかっていうのを、はいはい、見させていただきました。ありがとうございます。ありがとうございます、はい、で、まあ、これから対決なんですけど、対戦相手の印象と意気込みをお願いします、はい、いやもうスズメッチは血のつながらない妹ぐらい、最近練習でもう冬の間、まあ、冬の間に限らずですけど、結構一緒にラウンドしたりとか、練習トレーニングも前一緒にしたりとか、もう結構そういう風に切磋琢磨してる中で、しかも私たちちょっと背も小さいし、飛ばない飛距離が出ないってことで、プレースタイル本当にスズネッチも言ってましたけど結構似てるんですよ。飛ばないけど、そのある程度あんま曲げずに、でショートゲームとかパターを頑張ってスコア作っていくみたいな、同じプレースタイルだからこそやっぱりちょっと負けたくないですよね。同じ風な感じのゴルフをやってる中で、まあ、ちょっと今日は寒いですけど、お互いちょっとベストを尽くして勝ちます。頑張ります。ありがとうございます、はい、じゃあ、そんな感じで、まあ、これからスズネッチとカンナちゃんの対決を、まあ、この後の動画になるんですけど、はい、まあ、カンナちゃんの応援を、はい、まあ、お願いするのと、お願いします、はい、まあまあ、どっちが勝つのかっていうのもちょっと予想しながら楽しんでもらえればいいかなと思います。はい、はい、ありがとうございます。はい、頑張ります。